おはようございます。YouTube 講演家の鴨頭よしひとです。本日の提供は、焼肉マフィアは会員制ではありません。奇跡の尾崎牛のコースがたった1万円で食べられる、焼肉マフィア池袋店を誰よりも応援しています。という、鍋オーナー兼営業部長の弁護士、白戸洋子さんの提供でお送りします。白戸洋子さんいつも応援ありがとうございます。今苦戦してますが、頑張ります。このボイシープレミアムリスナー大募集中でございます。 毎日10分喋ってます。しかも喋ってる内容は講演会や YouTube で喋ってるような、すでに法則化された内容ではなくて、鴨頭義人が現在進行形のですね、ビジネスや社会貢献の冒険の物語を喋っておりますので、鴨頭義人の頭の中、覗いてみたいという願望がある方は、ぜひぜひ、プレミアムリスナーの方、聞いてみてくださいえ。そして講座のご案内です。 と2月の16、17日の2日間でえビジネスをバッチリ学べるビジネス実践塾 2days 開催中、開催中というか開催で決定でございます。これあの大人気の講座になっていて年間にだいたい3回くらい開催させていただいてます。2022年の 1> 第1弾、2月16、17の2日間でございます。受講方法も3つから選べます。会場で受ける会場受講。それから自宅でリアルタイムで参加するズーム受講。そして、えーと、自分のタイミングで、自分の場所で、えー、受講できる動画受講。3種類から選べますので、今の自分の状況に合わせて学んでいただければと思います。 それがね、話し方の学校の入学体験講座のご案内です。今回ね、大阪多いですね。えー、2月の11日の19時から、2月の25日19時から、2月の26日11時から、大阪、震災橋付近でですね、えー、入学体験講座やります。で、東京も一回あります。2月の26日19時から、これは東京池袋付近で開催いたします。 鴨頭嘉人が、ええー、と、喋りますので、ぜひぜひ、話し方の学校に興味がある方と、鴨頭嘉人どんな人か確認したい方は、こちらの方のスケジュールをチェックしてみてください。え、今日はですね、えっと、僕があの、もう11年かな、学んでいる、えー、経営者モーニングセミナー、これ、倫理法人会というところが主催している、経営者モーニングセミナーに出席して、 改めて大事だなと思った、まあこれサービス提供者、すべてのサービス提供者がここ大事だけど取りこぼしてますよねっていう内容についてお伝えしようと思います。えっと、あ、まあ倫理法人会はね、よくあの宗教じゃないのって言われたりするんですけど、一応確認のために言っておきます。宗教法人がやってたら宗教です。 一般社団法人倫理研究所っていうところが主催団体なので、一般社団法人なので宗教ではございません。まあ、ただね、心の勉強会なので、宗教っぽいっていうのは正解でございますが、ちゃんとあの、法人税を払っておりますので、あんま一般社団法人のね、えー、税金を払っているので、宗教じゃないし、宗教って言ったら逆に宗教の人に失礼かもしれないので、それ間違えないようにしていただきたいと思います。 そこでですね、えー、っと、僕が倫理法人会で、まあ、メンターとお主体している、工藤直彦スーパーバイザーというですね、まあ、この人はもうほぼ哲学者じゃないかと、僕は思ってるんですけど、論語の本とかも出版してるようなすごい方なんですけどね。まあ、その工藤さんの講話っていうんですけどね、そのセミナーだけは僕絶対聞き逃したくないので、どんなに忙しくても行くようにしております。で、今日気がついたのは、その、 工藤直彦スーパーバイザーが、実はあの、万人幸福のしおりの研修を全20回にわたってやっていただいた最終回だったんですよね。でその時にえ、その練馬区倫理法人会っていうところに僕所属してるんですけど、練馬区倫理法人会の副会長、渡辺祐樹さんが喋った内容が、すべてのサービス提供者が絶対見落としてはいけない内容だったんですよ。 で、この工藤、えっと、工藤さんじゃない,いや、渡辺祐希さんって何者かっていうと,、えっと、お仕事はね、大泉学園で学習塾を経営されている方です。でこの渡辺祐希さんが素晴らしい内容を喋ったんですけど、えー、っと、すべての会議が、えー、プログラムが終わったタイミングで、えー、渡辺祐希副会長がこう言ったんです。本日は工藤スーパーバイザーありがとうございました。えー、このしおりの研修全20回、1回目は、 2年半前の8月でしたえなぜ20回分月1回やれば約2年間で終わるものが2年半かかったのかというとやっぱりコロナ禍においてモーニングセミナーが開催できない時期があったということも含めて非常に長い期間の研修をやっていただいたことに心から感謝しますちなみに今日工藤さんは普段だけは普段は言っているけど今回だけは講話中に このことについてもっと知りたい方はスマホでググって調べてくださいということを今日は言わなかったんですよね。なぜかというと今日のテーマだけはスマートフォンでググって知ればいいという内容は一つもないそんな濃い内容だったからだと思います。っていう話をしたんですよ。まあそれ以外の話もしてるんですけど僕その時にすごいな渡辺優樹さんってもう真のこれ売れるサービスパーソンの特徴 だなと思ったんです。それ何かっていうと、記憶のプレゼントをしてるってことです。工藤さんが20回目の講話をさせた時に、第1回目からどういう推移だったかとか、なぜ2年間で終わらなかったかとか、背景とか、そして普段言ってる言葉と、今日は言わなかった言葉、これ記憶してるってことです。 これ、めちゃくちゃ大事なポイントだなと思います。これ、えっと、普段のサービス業で働いてる子もそうです。僕がお気に入りの、え僕、オリーブスパっていうね、えっところでマッサージ受けるの好きなんですけど、えっと、銀座並木通り店の下間さんっていう方が僕ね、えっと、担当をよくしていただいている方で、もう、彼女が一番僕いいんですよ。なんでかっていうと、施術ももちろんうまいのですが、前回の会話の続きを聞かせてくださいって言われるんですよね。 まあ、要は前回、例えば焼肉マフィアオープンがちょっと遅れちゃってっていう話を僕がしてたとするじゃないですか。その2週間後とか3週間後に予約を入れると、工事の具合はどうですかって、進んでますかって聞いてくれたりするんですよ。これめちゃくちゃ嬉しいですよね。あと、このボイシーでも何回か紹介させていただいてます。池袋西部の5階のグッチで働いている小林さんは、 あの、急に僕たちがお店に訪れても、ああ、鴨頭さん、昨日のボイシーで言ってた話聞いて、早速今日散歩しましたよみたいに、ボイシーも聞いてくれて、それを参考に行動したよっていうことも、まあ、要は、ちゃんと鴨頭さんの情報を見てますよ、聞いてますよ、覚えてますよっていうことを伝えてくれるんですよ。で、ここで改めて思ったのは、やっぱり人間って、 自分のことを大切にしてくれる人を大切にしたいと思うものじゃないですか。で、これを毎日働きながらできているかっていうのを、これ一番最初にやっぱり重要なポイントとして取りこぼしちゃいけないなっていうふうに思うんです。例えばこれは自分とこのお店で言うと、焼肉マフィアに来てくださったお客様のことをちゃんと覚えて、 まあそれは覚えるというのは名前の場合もあるし、それから前回した会話だったりもするし、まず、あ、もしくは前回注文していただいたドリンクなど、そういうものを覚えているかもそうです。もちろん人間なのでね、すべて完璧に覚えるっていうのはもうそれは限界があります。だけど、このちゃんと大切にしてくれてるんだなっていう ソフトサービス、コミュニケーションをやらずして、例えば SNS の集客頑張ろうとか、広告戦略を打とうっていうのは、それ順番がおかしいよねって,って、やっぱりね、なんか反省したんですよね。ついつい僕なんかは SNS だったりとか、広告だったりとか、もちろんこの11年の間にいっぱい研究してきたノウハウがあるので、やると一定の効果が出ちゃうんですよ。 だけど、普段のお客様が心から本当に喜んでくれる、あ、大切にしてくれてるな、を取りこぼしたまま、他の SNS だ、広告だとかやったって、それお金とか時間を弓図のように捨ててるだけなんじゃないかなって。やっぱりまずはお客様のことをちゃんと覚えてますよ、認識してますよ、大切に思ってますよ。これができている土台の上に、 SNS 集客とか広告が載ってるんだったらまだ意味があると思うんだけど、この取りこぼしは絶対に少なくしなきゃいけないなって改めて反省した一日でした。えー、皆さんはどうでしょうかそれでは今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますように。せーの、いいねみんなが大事 夢を叶える実現装置、クラウドファンディング、カモファンディングのプロジェクトのご案内でございます。えー、森田一郎さんが、えー、主催しております、綺麗ごと甲子園の開催が決定し、そのクラウドファンディングのプロジェクトが立ち上がっております。まあ、すでに立ち上がっているどころか、超盛り上がっております。まあ、この綺麗ごと甲子園という、まあ、 多くの人がですね、きれいごとだよ、そんなことと言われて否定したような、否定されたような経験をしてる人多いと思うんですけど、そういう方が堂々とですね、ステージの上でスピーチをするっていう、まさにきれいごとを語れる社会を作ろうよというきれいごとをイベントでやってる、そのプロジェクトになっております。えー、チャレンジする人を応援したいというマインドの方にはね、非常にマッチしたイベントだと思いますので、多分この、えっ、ー、と、ボイスを聞いてくださっている方は、すごく、 相性がいい方が多いと思うのでご紹介でございます。URL から行ってみてください。